今野さん、アキラです。テスト。はい。はい、じゃあ入りますね。はい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 。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。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 初めてのですね、バーサスシーズン2から初めて、昼休みだな、ね。お昼休みですんで、皆さん、ランチ取りながら、はい、聞いていただければと思います。今朝、ちょっと YouTube 自体がなんかトラブルあって、ね、バタバタ。ニュースも出たって言いますね。はい。しちゃいました。なんとか、この放送に間に合いました。それでは、早速ですね、今回のタイトルテーマ含めて、いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のタイトルテーマ、
BC フリーライダーのギア選びということで、うん、スペシャルゲストをお迎えして、はい、放送していきます。そしてですね、視聴者の皆さんからの質問もどしどし受け付けますので、今回12時30分までに質問、ちょっとしたいなっていう方は、サロモンの YouTube チャンネル、アトミックの YouTube チャンネル、それぞれからテキストで、質問を入れてください。そして最後にはですね、プレゼント企画、またやります。最後にお知らせをしたいと思います。そしてこの、バーサスシーズンっていう方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。シーズン中。焦ってるからね、はい、ちょっとね、バタバタしちゃって。はい。じゃあ早速、今回のゲストを紹介したいと思います。まず、お一方目、この、児玉武さんでーす。どうもー児玉武です。よろしくお願いします。元気でしたか？はい。もう今もね、すごい標高高いとこ来てるんですけど、わかります？後ろだけ。はい。とにかくもう山に海にもうアウトドアしまくりで結構ね今年暇だったんで。ああ、なるほど。はい、時間がいっぱいあったんで。はい。なるほど。北海道だいぶ雪降ったみたいですね。そうですね。もう家の前もたっぷり雪あって、うんうん、もうあちこちでもうみんな初滑りを済ませたというかね、歩いて登って滑ったっていう、お知らせもらってますね。はい。あ、ちょっとこんなのになっちゃいましたか。おー、いい感じだ。いい感じ。そうです。これは菅沼博さんの写真なんですけど、これ北海道の、キロルのあたりかな。すごいね、はい。そうなんですよ。このシーズンが来ますよね。はい。あ、これ。これも菅沼さんの写真です。これ立山の写真なんですけど、立山ね、もう、降雪がちょっと止まってるみたいなんですけど、うんうん、はい。なんか11月のテレビでニュースでね、なんか滑ってる、滑ってたけどね。はい、そうですね、例年ちょっと、最近はね、ちょっと雪が少なめだったんだけど、今年はちょっと降り始め良かったんで。そう、はい、終わりました。今日はですね、はい、たっぷり、たけちゃんからもいろいろ聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして、もう一方。ご存知、先生をお呼びしたいと思います。地球で滑りたい世界の先生、佐々木明さんです。よろしくお願いします。地球は滑りたい。地球で滑りたい。ちょっとなんかこんなのやってましたよね。ちょっとなんか真似っぽいのやめてくれませんかね。畑さんもやってるんですか？何でしたっけ？なんか最近困るね、そういうのね。なんかね、あ、児玉さんもやってるんですかって言われる時あるんだよね。だいぶ前からやってるんだから、やめてよ、ちょっと。地球で滑りたい旅。ちょっと紛らわしいからやめてくれないですか。よろしくお願いします。俺もやっちゃうよ、たけしずプロジェクト。やめてよ。やめて。わけわかんなくなる。あきら先生の写真もあります。ドン。俺はね、これね、すごいんですよ。ケイ君。たけさん、ケイ君です。おお、ケイ君の写真。お、すごい綺麗。ケイ君の写真で、これね、バックカントリー、バックカントリーとか、パウダーって言うんですけど、これ、富良野のスキー場ですから。これ、富良野のスキー場なんですよ。すごい。しかも、3月末。あら。あわ。ケイ君と2人でお客さんいない中でさ。誰もいないでしょ、みたいな。やっぱ、富良野もすごいね。すごい。うん、このね、ケイ君は、このケイ君というフォトグラファーは、児玉武さんに紹介してもらったフォトグラファーなんですよ。なるほど。で、武さんと、ケイ君が地球を滑る旅で2人で、ね、うん、いいところに行ってるんで、これから地球で滑りたい旅を俺とやってこの写真を。ケイ君と一緒にやるの？え？ケイ君と一緒にやっちゃうのそれ？とケイ君とやる。ちょっとやめてくれない？それ。だから武さんの本あるじゃないですか。はい。あの本のサイズあるでしょ？はい。あれと同じサイズで作るから。そう、その話なんかも、うん、ね、この回の最後の方にじっくりと、はい、お知らせしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さあ、そしてですね、メーカーのプロダクト責任者の方々、今回も来ていただいております。まずはアトミックの山崎さんです。
よろしくお願いします。ごめんなさい。山崎のアトミックさんですけど。今日大丈夫？大丈夫ですか？ふわふわしてる。一番ふわふわ。いろいろあるんですよ、はい、そう。お昼だから。大変なんですよ、ね、お昼はお昼で、ね。はい。さあ、そしてもう一方、サロモンからは田口さんです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いいたします。たっぷりとですね、うん、最新のギアについて、この後、思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。さあ、それではじゃあ、アキラさんの方からちょっと、いろいろ、この BC フリーライドについて、児玉くんとね、せっかく2人での番組です、ね。いや、そうだね。たけさん、まあ、たけさんと、佐々木アキラってなんかこう、結構ね、いろんな激しいとこ行ってる。衣装が4人、3人いて、その、佐々木大輔、うん、ヤックス、児玉たけし、まあ、この3人、生ラクセ X って言って、はい、生ラクセ X って、まあ、北海道の、ね、先輩たちなんですけど、この人たちにね、俺20代前半の時に出会って、うん、それでパウダーを始まったんですよね。例の一番イケイケだった時のに、佐々木大輔に連れて帰れて、自分がスキーが下手だと思った時だっけ？違ったっけ？スキー下手だなって言われた時2位取った時だよね、確かね。あのワールドカップで2位取った。すごいこと言うやつだね。でもね、そっからね、こう、たけさんとかいろんな先輩たちについてパウダーを始めたんですけど、まあね、たけさんとかやっぱり長いことやっもうほぼね、QST の、スキーなんですけども、テクノロジーとして、スキーの中に CFX というのが内蔵されています。これは、CFX というのはですね、カーボンと、麻を混合した、ものが、スキーの中に内蔵されて、これがいわゆる単柱の、振動を吸収してくれます。で、その振動吸収してくれたものが、スキーの加速ですね。そういったところに、つながっていきますし、あとはトップ部分、一番スキーのセンター部分、振動を吸収するためにコルク、ダンプリファイアというものが、内蔵されています。まあ、これが、QST の全ラインナップの部分のところに、内蔵されることによって、スキーが、振動を吸収しながら、いわゆる荒れたバーンですとか、まあ、静止された部分ですとか、まあ、パウダーというところ、常に、安定したパフォーマンスを、発揮してくれるのが、まあ、これらのテクノロジーが入ることによって、可能となっています。で、ラインナップとしては、これ QST、いろんなシチュエーションで、楽しめるような、ラインナップになってますし、ユニセックスと、まあ、ウーマンズ、まあ、レディースですね。こういった形で、分かれている中で、佐々木さん、多分これほとんどもう山に入るときは履いてると思うんで、まあ、それのどういったシチュエーションのときにはこういうスキーがいいよとか、まあ、フィーリング的にはこうだよ、まあ、それこそ、まあ、多分スキーが下手くそだと言われたときには、ボケロケですとか、そういったものを履いてきてるんで、その辺の進化も含めてですね、まあ、全体的な部分ちょっと話してもらえたら、皆さん分かりやすいのかなって思いますので、じゃあ、ここで佐々木さんにバトンを渡したいと思います。佐々木、ここから行っていいんですか？いいですよ。あ、本当。僕ね、QST をね、ずっと使ってるんですけど、この去年、僕ら、前年度に履き始めるんですよね、割と。で、その時、新しいやつ。これ、全然中身違うっていうことは、かなり、こう、スキーの動きがね、こう、変わって、どう変わったかというと、スキーの、このグリップ力とか、スキーの精度っていうのは、動きながら、スキーが、例えば、簡単に言うと、語弊があるかもしれないですけど、方と吸収しながら噛んでいく方法、これ静と動のスキーの安定感がちょうどよくなされているというかね、やっぱり硬いだけだとずっとブレているから噛む場所がないんですね、スキーが噛んでくる場所がないとかね、なんだけど、やっぱり朝がその振動を吸収しながら柔らかくこう雪面コンタクトをしていく一方で、このカーボンがしっかりこう雪面コンタクトをしてなんですね。特にね、俺は106を使ってんだよね。まあそうですね。QST106 を特に使っていて、で例えば今回の映像にもあるんですけど、明日リリースする映像にもあるんですけど、その谷川岳っていうところなんかは Q
QST118 の193センチって一番長いやつを乗ってるんですけど、でもほとんどが QST106 の180センチ台くらい、自分の身長と同じくらいかなっていう、うんうん、選ぶのは。あとはね、QST98 が欲しいんだけど、もらえないから、ちょっと石井スポーツ行って買ってこようかなと思ってんだけど。買った方がいいです。売上に大丈夫ですか？え？全然くれないですよ。お前2台までだって言うんですよ。だから厳しくしないとね。2台だって言うんだったら、こんなにラインナップ揃えんなよとか思うんですけど。でもね、本当にこう、乗り味が、平均点というか、そう、みんなが楽しめる。上級者から初めてスキーをして初めてパウダーに行くっていう人も、でもパウダーばっかりじゃなくてゲレンデの方が多いんだよになってると思いますね。以上、佐々木からでした。はい、ありがとうございます。行っちゃっていいですか？それとも一回、ね、来ましたね。これ今シーズン新しく出るこのシフトプロのブーツ、これ、サルモンが、満を持して出すブーツ。おやっとだよね。サキさん欲しいですかこれ？いや、なんかいいですね。これこの間も説明させてもらったんですけど、まあいわゆるサルモンのブーツの今のキーテクノロジー、コアフレームが内蔵された中に、まあいわゆるバックカントリーのシーンでも非常に使いやすいように、ウォークモード。できるような、形になってます。で、つま先のところにはビンビンニングにも対応できる。もう本当に山のためのブーツの。山の中でしっかり攻めれるっていうことだよね。はい。なので、まあこれがいわゆる今シーズン新しく出る、まあ、シフトプロというブーツなんですけど、佐々木さん、このブーツの、まあ、滑ったフィーリングっていうのは、まあちょっと簡単に説明してもらえます。そうだね。前、はい、この前のものは、バックルがまず一つ少なかったんだよね。そうですね。4バックルですかね、これね。ね、4バックルになったことで、当然この滑るっていう、単純に山に登らない時間にゲレンデの中でこう滑るっていう時には、しっかりとこうホールドしてくれる。やっぱホールド力っていうのは、ので、安心感っていうかね、安心感とこの攻めれるとかスピードを出せるってすごくこう密接な関係にあるから、そういう面で言ったら大きく進化してるんですよね。あとはそのウォークモードに関して言うと、これがあるのとないのとではね、ロッツの中が、なるほど。はい。ロッツ、硬いブーツ履いて、なかなかセンシティブなラーメンをこう持っていくっていう時に、結構買ったの。僕らはもう足みたいに歩けるから全然いいし、あれで100メートルなんて13秒で走れるんだからもう。いや、15秒くらいかな。だと思うんだけど、そんくらい走れるくらいになるとあれだけどね、やっぱり、足首がずっとこの状態から、前にしか、このくらいしか動かないものと、ここまで動くのとでは、一歩が歩きやすさが全然違う。山を登っていても、すごい、楽だし、ラーメン取りに行っても楽っていうね。やっぱりウォークモードはそれいいよ。ね、ウォークモード、サロモンのシフト、これ横なんだ。横なんだよ。横なんですよ。大体こう縦が多かったりするんですけど、うん、横なんですよ。で、横、なんで横かっていうと、俺はわかんないから、リュウちゃんなんで？え、なんで？なんで？やっぱりこれ、やっぱり雪がここかかっちゃうと、後ろに入ったりだとかね。入ったりするんで、ね、まあそこの部分も含めて、うん、やっぱりそうするとどうしても雪か、ついてしまって、これがちゃんと作動し、なのに締めてないとかね。そういう話に関しては後で、児玉武さんが話してくれる。はい、じゃあ、そんなアトミックのプロダクトを、はい、山崎さんの方からちょっと説明していただきましょうか。はい。はい。アトミックはですね、まあ、We are Skiing っていうところで、まあ、会社的なキャッチフレーズなんですが、すべてのスキーヤーに、まあ、すべてのカテゴリーのスキーヤーに最高のスキー体験を提供しますっていうところで、ここにあります、先週やりましたデモとかレーシングのオンピステ系、うん、で、どんなシチュエーションでも、オンピステから、オフピステから滑れる、オールラウンドスキー、オールマウンテン系のスキー、バンテージシリーズっていうのがあります。で、今日の、児玉武ちゃんとか、
ツーリングっていうところでベンチェトラ、バックランドっていうカテゴリーがありまして、その今年ですね、ホライゾンテックっていうのですね、これいわゆる、雪を、まあ、除雪車で例えると、まあ、除雪車の機能ですね、トップの部分がこう反り上がっているのがよくわかると思うんですけど、ラッセル車っていうのはもう高速で線路とか道路の雪を跳ね上げていくっていうところのテクノロジーですね。これをやっぱり、このホライゾンっていうのは地平線っていうところで雪と、のギリギリですねのラインを常に保たせる浮力を提供するっていうテクノロジーがですね、このベンチェトラーシリーズでバックランドシリーズ全カテゴリーにこのホライゾンテックが採用されました。で、ラインナップ的にはバックランド117とかですね、100っていうのが完全にニューモデルで、ここにはないんですけど、ウーマンの98が、新しくニューとして、すべてこのホライゾンテックが搭載されています。このホライゾンテックのですね、特徴をちょっと児玉さんの方から説明してください。はい、そうですね、ホライゾンテックもまさにこのアトミックのフリースキーの象徴的な技術になってるんですけど、まずですね、このホライズンテック、こう見た目にまずこう触って気持ちいいっていう。まず一つです。触りたくない。触りたくない。肌触りね、この直線がなんか強い。この滑らかさ。滑らかさですね。はい、で、まあ、滑って何がいいのかっていうと、まあ、先ほど話してた通り、こう、表面積がですね、10% 増えるんですね。それによって、それこそこう真っ平らにこう説明に置いたときは当然なんですけど、こう片付けしていったときもしっかりとですね、このサイドの部分、説明をしっかりこう受けてくれて、浮力を、そこで稼ぐことが、まず初速からなんかね、非常にこうスピードに乗りやすいっていう。動作性が非常に高いです。こう抵抗なくスキーが動かせるので、まあ、テールにもね、この技術を施しているこの一番左側のベンチトラとかはこういうトリックとかも非常にやりやすくて、スイッチとかそういうこともすごくしやすくなっていて、非常に自由度が高い、スキーになりますね。で、この形状を使うことによって、軽量化も図れているので、非常にこうスイングウェイトがすごく軽く感じます。はい、ということで、アトミックは、それがすごく、最近のスキーは特徴になっていますね。このホライゾンテックに関しては。はい、今、小玉さんの方から軽量化って話があったんですけど、このバックランドベンチェトラシリーズにはですね、このライトウッドコアっていう、芯材を使ってまして、これは、ポプラとかですね、アッシュでしっかりとしたフレックスを出すもの。で、カルバウッドコア、ちょうど白い部分があるんですけど、これいかに軽量かっていうところを、これをうまくサンドイッチした、非常に軽量とフレックスバランスの保たれたウッド素材を採用、全モデルに採用しています。で、デュアルキャップサイドウォール構造って言いまして、これはいわゆる、キャップ構造とサンドイッチ構造、サイドウォール構造をミックスさせた構造です。で、まあ、ちょうどですね、トップシートの、地際がこう丸みを帯びた形状になってまして、まあ、チッピング等の耐久性がアップするというところ と、パフォーマンスでですね、操作性やしなやかなフレックスをこの構造によって生み出してくれるので、非常に軽量で、しなやかに滑れるというこのデュアルキャップとライトウッドコアの、組み合わせがこのアトミックの、バックランドベンチェのシリーズの特徴です。はい。どうかな、軽量を、はい、はい、その辺で、はい。そうですね、実際使ってのフィーリングなんですけども、やっぱり今までのスキーってこう軽量化によってちょっとこう、その分を犠牲にする部分も、もうあった時代もあったんですよね。まあ、軽量っていうのは何かをちょっとこう、なると、その分我慢しなきゃいけないっていうのは、特にバックカントリーにおいてはあったんですね。それが非常にバランスが難しかったんですけども、もう非常にやっぱり技術がね、上がったんでしょうね。その軽量なのに、こう粘りがあります、スキー。そしてしっかりスキーが振動吸収もしてくれるし、エッジグリップもしてくれるしっていうことで、最初はね、全部のラインナップでこのようなライトウッドコアじゃなかったんですけども、今は
もう全てのスキーにこのライトとかを使って、特に、大会とか、FWT の大会とかで、こうガンガンこう飛んだりとか、すごいスピードで滑るような選手たち、例えば、日本でいうと佐々木優選手とかも、このライトウッドコアの100バックの117っていう、スキーを履いて、めちゃくちゃ攻めてますし、あとは普通に一般のスキーヤーも、バックカントリーってすごい武器なんで、当然、あとは、まあ、1本よりもやっぱり2本より3本滑れた方が絶対に山の中では、いいので、はい、体力を、少しこう抑えてくれるっていう、この、手助けになってます、この。ですよね。例えば、117、今年からフルモデルでチェンジでニューになったんですけど、去年のモデルに比べて、2分の1ペアで200。本当です。だと思います。はい。というのが、はい、アトミックのこのバックランドシリーズの特徴で、でブーツの方なんですが、これも、やはり歩きやすさ、滑りやすさという、2つのパフォーマンスを、占めています。で、まずですね、このバックランドシリーズ。で、特徴としましては、このボアシステム。これによって、締め付けを行えるっていう機能をついています。で、可動域も、このウォークモードがついてまして、これ74度の可動域になります。半端ない。はい。74ってすごい、すごいですね。はい。で、アトミックはもう、どっちかというと、もう、縦式の上下に動かす、まあ、クラシックなタイプで、まあ、操作性を重視した、取り扱い性を重視したものです。で、小玉さんが使ってる、ホークスのウルトラのエクステンド、XTD ですね。で、こちらも54度の可動域で、うん、スポーリフィットができてですね。で、ソールは、グリップオークソールを使ってますので、佐々木さん、さっきラーメンをこぼさないって言ってましたけど、うん、やっぱり、いや、本当に重要ですよね。ね、やっぱりラーメンをこぼすということは、ロボット歩きになってるんで、ロボット歩きにならないっていうところですごく、この、ウォークモードと、グリップオークソールの組み合わせっていうところで、この、まあ、一番の98ミリの幅の、ホークスウルトラエクステンド。で、今年ですね、新しくニューとして、さらにそのホークスシリーズで快適性を追求する、どんなレベルの、まあ、足の幅の広いスキーヤーですね。幅が100ミリありますんで、ラストの幅が26センチで。で、より快適性を追求したホークスプライムのエクステンドっていうのがニューで登場してきます。同じようにグリップウォークソールがついてて、54度の、可動域を持つ、ウォークモードがついてます。というような形で、非常に歩きやすくて、ダウンヒルパフォーマンスも優れている。で、そのダウンヒルパフォーマンスといえば、やっぱりその、小玉さんが今使うシフトビンディング。新しくですね、今年、シフトの10っていう、ビンディングが登場しまして、まあ、これサロモンと同じ、機能の全く、カラーリングが違うビンディングになりますんで、ちょっと小玉さん、ちょっとこの説明を、お願いします。はい。シフトビンディング一言に言うとですね、もうスキービンディングの革命ですね。完全に革命です。今まで多分ビンディングとか道具の革命っていろいろあったと思うんですけど、それこそカービングスキーが生まれたとか、それにもう近いぐらいの僕は革命。まあ簡単に言うとですね、スキーをするときは普通のアルペンビンディングと全く、ときはそのピンのテックビンディングは、持つその軽さと、あとは歩きやすさ。この二つがですね、もう高い次元で両立されている。もうね、夢のビンディングです。はい。で、僕はすべてのスキーにこれつけてます。このビンディングをつけとけば、どんな状況も、それこそちょっとしたもう本当ハードバンで、ちょっとしたポールをくぐるときだって使えるし、基礎っぽくやるときも、基礎っぽく基礎っぽくですね。基礎っぽく。やるときもできるし、あとはまあ、それこそバックカントリー、ロングツーリング、何でも一台でできちゃうんで、そうですね。これからバックカントリーやりたいっていう人にもおすすめですし、もしかしたら来年、再来年、バックカントリーやるかもしれないっていう人にも、このビンディングとりあえずつけとけば、どっちもできますよっていうことで、おすすめも。しています。本当にね、ちょっと興奮しちゃうぐらい、いいビンディングなんですよ。その情熱がちょっとね、すごくもう、
溢れちゃいますね。あの、お客さんに説明しながら。色が違う。サロモンのスキーに合うやつで、あるとかですね。全く一緒です。なんかね、実際いろんなそのサロモンとかアトミックではない、その、まあ、例えばアルマダにしてもそうだし、うん、いろんなそういうフリースタイルブランドのスキーヤー、プロスキーヤーたちも、シフトだよね。みんななって、みんなシフト乗っけてるっすよね。やっぱりあの最初あのこのバックカントリーシーンが盛り上がってきた時っていうのはみんなピンのビンディングに流れたんです。それはやっぱり軽さとその歩きやすさの方に流れて、まあこんなもんだよねっていう感じだったんです。まあバックカントリーだからこんな感じだよねっていう、それに慣れちゃってたんですね。それがこのシフトで滑ってみたら滑走の性能が全く違うんですよ、うん、特にちょっとパックされたバンに行くと全くもう違うので、一回これ経験しちゃうと、まあ、バックカントリーもこういうビンディングで滑りたいなって絶対になりますね、うん、はい、はい、でもう一つですね、アトミックのブーツのテクノロジーとしてミミックインナーですね、これ熱成形できるインナーです、先ほどの、バックランドホークシリーズは全て、シェルの熱成形ができるメモリーフィットがありまして、さらにそのインナーもですね、従来のこの 3D インナーこのまま使ってもいただけるんですけど、さらにお客様の足にぴったりフィットさせるっていうカスタマイズができます。で、ミミックっていう意味は、モノマネっていう意味も、モノマネっていう意味で、お客様の足に、真似て、もう足型にしてしまうっていうような機能です。で、こちらにある特殊形状記憶のですね、プラスチックが、このインナーのイラストの赤い部分ですね、タングも含め、インナーのくるぶし周り、で、ふくらはぎ周りのカフの部分ですね、ここも成形できまして、ここの写真ではビフォーアフタータングの要はすね、のですね形状に合った、成形もできますし、こちらのミミックインナーなんですが、ホークスのウルトラプライム通常のウォークモード、プライムのエクステンドの上位機種に、いずれも、ホークスシリーズの上位機種にですね、このミミックっていう最良のインナーが搭載されてます。ここも非常に子供さんもどれ使ってますよね。どうですか。そうです、超お気に入りで足入れた瞬間にガッツポーズ出ましたね。分かりやすいわ。それくらい、そうなんですよ。それまではこのサーモイナーが入ってたんですよね。サーモイナーのいいところっていうのは軽いっていうこと、あとは、そうですね、履きやすさとか、居住性がいいっていうところなんですけども、どうしてもこう、フィット感とかっていうものが、長く使用していくと、安いっていう部分も若干あったんですよ。それが、このミミック、この素材を使うことによって、なんていうんですか、発泡して、それで今度足を入れをして、潰れたところで形が出るわけじゃなくて、足の、保たれるんですよ。なのでシーズン通して滑ったんですけど全くへたらないですよ、うん、なので本当にね高いこう性能をずっとキープすることができるし、そのそれこそアキラがねさっきも言ったものをすごく高い次元で実現してくれるのでめちゃくちゃ気に入ってます。はいはい、ありがとうございます。すごいですね、マテリアルの進化が。サロモンもね、いやすごいんですよ。本当に弱点がなくなってきてますね。これからちょっと質問なんですけど、佐々木さんと児玉さん、ある意味どんな用具それぞれ使ってるもんなんですか。はい、まあね、今言った通りなんですけど、うん、俺ね割とねこの最新についていけてないタイプです実はやっぱりブーツっていうところで言うとやっぱりこうポールを滑る機会も多いからやっぱりこう 歩くことはオールロードっていうところは捨ててるというか、うん、どっちかっつったら8割がゲレンデとそのポールの方なんで、レース用の X なんだっけ、 X レースとか S レース、 S レースか、はい、それももう古いですからね、うん、そう
そんな中で、ちょっとあの、視聴者の方からも質問来てますので、はい、ご紹介させていただきたいと思いますが、はい、今日はね、やっぱり、あの、Wi-Fi の環境っていうか、あの、ネットで、途中途中ちょっと音が、切れてんだ。1分間に2、3回ぐらい。そんな、結構な。結構な頻度で、あの、ちょっとネットワークは不安定なので、あの、視聴者の皆さんには大変ご迷惑をおかけしてますが、アーカイブでね。はい。アーカイブでまたちょっと、あの、見ていただきながらと思います。じゃあ、その視聴者の方からの質問をいくつか来てますので、紹介させてもらいます。先代の QST99、181センチをメインで使ってます。はい。カービングも、ギュンギュン、不整地、パウダーもとても気持ちよく満足しています。質問じゃないですね。満足したコメントありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして。こういったスキーはよく長い方がいいと聞きますが、実際どうなんですか？僕にしてもパウダーにしてもそうだけど、長い方がっていうよりは自分の身長っていうのがもうセオリーじゃないかなっていうのが、あって、俺みたいになんか急斜面をとにかく速く滑るとかっていう特殊なことを求めると、その一番長いモデルとかってなるんだけど、できるだけ自分の身長に近いものを選ぶと、扱いやすい。あ、うん、扱えなかったらしょうがないじゃないですか。なるほど。っていうのが俺のそのスキーの進め方ですね。たけさんどうですか？まあ、割と、まあ、近い部分はありますね。まあ、長くなれば、割とこう、前後の安定感みたいなのが出て、まあ、なんていうか、パウダーでね、スピードも出るし、いい部分もあります。今度短くなると、今度前後のバランスが、結構気を使わないと、こう、トップがこう、ね、潜っていっちゃったりとかするので、やっぱその中間、ちょうどいい、動かすこともできるし、かといって、こう、なんていうのかな、まあ、安定性も、ある程度保てる場所っていうのが、それぞれあるんですよね。大体それぞれメーカーのラインナップしてるのの真ん中あたりがちょうどそれぐらいの長さになってるんで、まあ、僕の場合は、まあ、身長、そうです。僕170なんですけど、上級者だったら、まあ、180ちょっとぐらいでもいいし、まあ、ちょっと、これから、まだ技術がちょっと自信ない人だったら、もうちょっと身長に近くてもいいと思いますし、そんな感じでお勧めしてます。うん、なるほど。はい、じゃあもう一個いきますか、うん、もう一台増やすとしたらどれがおすすめですか？子供の頃からサロモンファンですが、アトミックも興味があります、うん、使用シーンは札幌国際のゲレンデのどんなコンディションも楽しめるようなものが理想です。だいぶ具体今年の国際のコマーシャル俺だからね。そうですよ、じゃあ俺喋らせてくださいね、はい、もう106です。 QST だったら106、間違いなく106ですね。あそこは、雪も当然パウダーになる時もあるので、その朝一のパウダーとか、あそこコースがでかいので、少なくとも朝4本から5本はパウダーをリフトでもう最高のやつを滑れるんですよね。で、その後にある程度こうラインがついてきて、まあ、戦車みたいにこう滑っていけるとまた楽しくて。で、まあ、グルーミング、最高のグルーミングになった時にもカービングができるってなると、もう間違いなく QST106 です。なるほど。はい。これ、もう一台増やすとしたら、最初の一台が分かんないから。まあ、思いっきりおすすめをして。ね、ね、QST99 のはずなんだ。あ、なるほどね。あ、使ってますってさっき言ってたからな。いや、分かんない。同じ人はね。そうだね。でも106持ってたらびっくりするよ。うんうん、持ってるわって言われてね。竹さんはどうですか？国際だったら。そうですね。さっき言ったように99を持ってるとしたら。99を持ってると。多分なんかね、普段ゲレンデ滑ってることが多いっていう感じだったから、多分、その100ぐらいのやつ持ってるんじゃないかと思うんですよね。うん、なので、まあ、ちょっと、アキラと被っちゃうけど、バックランド107、だいたいセンターはそれぐらいだと、特に北海道の、ゲレンデって本州とまたちょっと違うのが、かなりこう、なんていうの、ゲレンデも柔らかいんですよね。それで時間経ってくると結構その、ぐちゃぐちゃっていうか、だいぶこう、パウダーが掘り起こされたような状態になってきたりとかして、そういう時、ね、うん、なので、特に国際とかキロロとかあったり、107ぐらいの板が1本あると、まあ一番、はい。いや、ないですよね、うん。そのサイズですよね。うん、うん、そう。本州になると、けど、
国際やったらそこやと思います。はい。はい。よろしいでしょうか。なんか、アキラ先生に質問来てますね。うん、シフトビンディングは使用されてないんでしょうか。かなり具体的な質問してる人かね。あのね、その、ブーツがもう、あの、滑るっていうか、そのゲレンデとかポール用だから、その、使ってないですよね。ちょっとその撮影含めて行くロケーションがあれなのかな。カラー、ハードなところ。カラーが合わなくなるのよ。うん、色がね。そういう。それだ。と、スキーとシフトになった途端に、色のバランスが合わなくなってる。はい、よろしいでしょうか。俺格好だから。色の違いで、スタイルの違いで。買い物とかってやっぱそれじゃん。ダメじゃん。まあ大事だよね、それは、ね。大事だ。うん。だから使ってないけど、使いたいよね。いや、使いたいっていつも言うんですけど、シチュエーション的に使わないからまだいいだろう。あの、次行きます、次。次また、アキラさん質問です。はい。アキラさん、QST のエッジを、削ってなくしてましたが、乗り味はどうでしたか？いや、もう最高だよ。逆エッジで転ぶんだから。逆エッジで転んだんだから。エッジないのに逆エッジ。ないのに逆エッジで転ぶくらい噛むってことですよ。はい。うん、たけちゃん、佐藤、けいくんから、はい、コメント来てますよ。はい。北海道でカメラやってます、佐藤けいと申します。佐々木さん、地球は滑るもの、よろしくお願いします。おい！小玉さん、引き続き、地球を滑る旅、よろしくお願いします。これ、ケイ君最後にコマーシャル入れますからね。そうね。待っててくださいね。いや、ケイ君、ちょっと改めてよろしくお願いします。ちょっとありがとうございます。はい。困るんだよな。もう電話でミーティングしたから。こら。さあ、そんな中で、はい、お二人がいろいろこの後もですね、うん、ご活躍するとは思いますが、今ちょうどね、お話も出ましたんで、うん、少しちょっとその辺の活動のお話を。はい。していただこうかなと思ってます、はい、まずはじゃあ小玉くんの方から小玉さんの方から、はい、これいわゆる地球を滑る旅として滑るものじゃないですよ滑る旅です、はい、ライドジャース俺のやつじゃない方、はい、僕の方ですねこれライドジャースという、活動をやっておりまして2012年から、始めたんですけどもまあ、世界のいろんな国に赴いて、佐藤圭カメラマンと一緒に二人で旅してるんですけど、写真を撮ってもらって、それでそこでの旅を僕がテキストでまとめたものを、このように書籍としてリリースして、今年っていうか去年出た中国で7カ国なんですよね。うん、まあ、ちょっと、この前はちょっとコロナの影響で、旅に出れなかったので、今年ちょっとね、リリースすることできないんですけども、まあ、継続中でやってます。うん、ちょっと変わって、とかすごいね、うん、これねレバノン第1回目がこのレバノンだったんですけどこれはどうですかこれはねレバノンのこの奥にちょっとこう半島みたいの見えますよね、うんうん、あれがベイルートといって首都レバノンの首都なんですけど300万人とレバノンなんだはいそうなんですその首都が300万人ぐらい の人口があるんですよねその大都市があってその奥に光ってんのが地中海そしてこの手前側の雪山がこれスキー場なんですけど、はあ、これ積雪4メートルぐらいあるんですよ。レバノンって豪雪地帯ってイメージあります？ない、うん、ない、うん、その豪雪のこのスキー場がこの距離感大都市とこの距離感にあるのもう衝撃的でなんだこれって思いましたねこれが箱の中に入ってんのねいろいろそうですねこのような、まあ、ここ滑った時の、まあ、ライディングとかもそうですし、まあ、これ以外のスキー場とか、バックカントリーとかもいろいろ行ったんですけども、まあ、これ場面変わりまして、これはね、アイスランドなんですが、うん、ちょっとね、これ、わかる、左側のね、その岩の隙間の斜面のどっかにポチンといますが、このような、本当険しい雪山がすぐそば、この時はね、農家の、農家からですね、テクテク歩いて、日本にはないような山も滑ってきました。はい。これは印象的な写真ですね。これは落雷マップの
そうそう、モロッコでに雪を滑りに行ったんですけども、途中で雪がなくなっちゃってですね、あったかくこのままちょっと旅終わるわけにいかないなと思って、あの砂漠に行ってスキーをしてきました。はい、ラクダに、スキーを積んで旅をして、で、この右にちょっとこう原住民の人がのキャンプがあるんです。そこに泊めてもらって朝一でこう登って、この砂の上を、これ合成じゃないですよ、はい、あ、意外と滑るんですよ。あれですよね、これ砂は滑る時間帯、滑らない時間帯あるんですよね。あの、正確に言うとですね、滑る、あの、滑る斜面と滑らない斜面がある。あの、うんうん、砂の湿気によって滑る滑らないが変わるんですよ。うんうん、だから、どっちと思います？天の声さん、どういうこと？湿気がある方が滑ると思いますか、湿気がない方が滑ると思いますか？湿気といっても、あの、濡れてるとかじゃなくて、若干の湿気があるか、もうサラサラのやつか、どっちが。すごい難しいけど、はい、単純に考えると、なんかサラサラの乾いてる方が滑るのかなと思うけど、はい、でも刺さりそうだからさ、うん、湿気があってつるっとした方がいいのかなっても思っちゃうけど、どっちなの？答えは、はい、湿気がある方なんですよ。あ、表面をさーっと走っていけるんですよ。なるほどね。サラサラだとズボズボズボっていくんでね。そうだよね、まあ、刺さっちゃうもんね、やっぱりね、うん、はい、まあそんな感じでいろんなやってないの。そうだね、はい、またすごいの出てきたよ。これもモロッコ、まさにあの雪がちょっと溶ける 手前の時だったんですけど、これ本当にあのたくさんの、まあ、月を履いてる人も履いてない人もいろいろいるんですけども、あの雪が本当に見てみたくて、アフリカ中から、まあ、人が集まってくると、うん、はい、あのそういうちょっとこう日本にないスキー場の風景ですね。でこれは、カシミール、インドの北インドですね、北インドのカシミールというところで、うん、ヒマラヤの端っこの方にあるあのスキー場なんですけども、これスキー場のてっぺんからこれ滑り出すところです。これスキー場に見えますか？見えないです。ミリスキーって感じ。こんな規模のね、あのスキー場がなんとアジアにある。でこれその時の写真です。これもあの全部佐藤圭君の写真なんですけども、はい、こういうあの写真を全部写真集にまとめてますんで。佐藤圭君がすごいね。いや、だからさ、その武さんとやってるのを見て俺も一緒に。増えるもん。両サイドからね。両サイド。仕事増えるね、圭君。はい。こんな、まあ、こんな感じでちょっとこうユニークな。その各国で、まあ、いろんな国の格好をしたりとか、うん、ちょっと象徴的なこう。景色の中、はい、撮影をしてたりします。こんなのが全部あの写真集にまとまってますんで、ぜひそれを見て。本当にあの、ね、これが象徴的ですよね。もうどんなところでもスキーを引っ張って担いで、あの旅をすると。いや、泳いでる人いる。これ佐々木先生じゃないよね。これ全然俺、これ湘南の海だ。実はね、うん、ここでも登場してたんです。そう、まあ、こんな感じで、実はですね、今年も、まあ、ちょっと今海外に行けるような状況じゃないので、実はですね、僕らなりの新しいプロジェクトをスタートさせてます。うん、はい、この辺の書籍のですね、ご紹介はあのサロモン・アトミックそれぞれの概要欄の方にあるので、はい、ぜひですねご覧になっていただければ。写真だけ読んでも、あの写真だけ見ても面白いですし、あとは自分で言うのはなんですけど、うん、いやでもね、あの今回で一番文章を、うん、ありがとうございます。なのでぜひもありがとう、買ってください。あの地球で滑りたい世界の同じサイズで。じゃあちょっと佐々木明さんの情報いきたいと思います。はい。はい、こうツインピークス。話題のね。そう、アキラスプロジェクトツインピークスっていうのは、この5年間ずっと映像を撮り続けてきて、うん、でやっとそれがやっと明日リリースで。おめでとうございます。ちょっと待って、5年間撮り続けてきたやつなのこれ。そう、だから8割使わないフッテージなんだけど。上田くん5年間撮ってきてるから。これなんか聞くところによると、うん、佐々木さんなんか自費で運千万っていうちょっと
投資をしてますよ。だからそのアルペンスキーヤーの時にやっぱりお金を貯めて、それを投資をして、で新たな世界で自分を表現するっていうことと、あとこのウィンターのこの業界すべてのライダーたちにしてもメーカーにしても、または外の企業なんかにしてこの映像を一つ作るとか写真を撮るとかっていう時に単価がもうなかったっていうところに、単価設定をしっかりするっていうことがライダーたちが食べていくっていう、一つちゃんと見せるっていうことと、さらにそれに関わってくれたスポンサーやカメラクルーたちをしっかり食べさせるのもライダーの仕事であるっていう、そのために一作目でしっかりバジェット感 を理解することと、単価を設定するっていうことがこの業界に対して必要だなっていうことで、全部スポンサー抜きで自分でやったっていう。5年間まさかこんなことをしてるとは。2年で済むと思ったからお金も半分で済むと思ったのに。確かに急にあれだもんね、シーズン中連絡取れなくなることあったもんね。あったね。どこ行ってんだみたいなね。はい。これ、あれですか、どこで見れるんですか？これはですね、僕のインスタグラムもそうですし、この後貼っていただけるんですか、リンクを。もう貼ってあります。あ、もう貼ってあるんですね。これね。Vimeo、Vimeo の、特設サイト、電波っていうところから出してるんですけど、この中からオンデマンドで、ストリーミング配信を500円で視聴ができます。素晴らしい。500円。より多くの方々に見ていただきたいなっていうことで、ね。ビデオオンデマンドでね。そう。明日金曜日13日ね、の朝8時公開です。明日から。明日の8時から。おー、これは。最新だね、ビデオオンデマンドで。最新なんですよ。俺はもうやっぱ最先端。さあ、オンデマンドでしょ。ね。今こう。でもさ、一方あれじゃないの、なんか DVD は全然時代のなんか流れに沿った売り方はしてないっていう話聞いたんだけど。そう、DVD1000 枚作ったんですけど、売り先何も考えてなかったから手売りなんですよ。会った人にしか売れないっていう。アキラに会わなきゃ買えない。俺に会わないと買えない。ここだけはあれなんだ。今まで。関係ないですよね。俺が何も考えてなかったっていうところ。手売りとオンデマンド。そう。だから最新と旧体制と新体制みたいな。すごいね。両サイドから。両サイドから攻めていこうかな。極端だね、また。間違えたと思ったよね。あの段ボール家に積み重なった時に。うん。これ今も、あれだもんね。ティザー動画っていうか出てる。ちょっと見たけど、すごいね。ティザーっていうかね、二部作なんですよ。二部作で、滑りだけのエディットと、で、一方で明日発売するのは、まあ、一応本編って言ってるんですけど、自分がどういうふうに育ってきて、どういう思いでチェンジをして、で、オリンピックで何を学んで、それを生かした次の人生に進んでいるのかっていうことと、さらにその中で谷川岳っていう一つの木になる山があって、そこをどういうふうに攻める、どういうふうに滑りたくて、使ってきたのかっていうような内容になってますね。うん、これ販売したりとか、オンデマンドで課金されてみるけど、この収益がなんかすごいことに使うらしいじゃないですか。いや、なことないです。この500円の収益は、別にどうするとかとは考えてないんですけど、DVD は5500円で販売させていただいて、1000枚のみ作ったんですよね。なるほど。1000枚限定。1000枚限定です。もう人に1枚もあげない、自分も含めて。うんうん、だから俺が人にプレゼントするときは俺が買ってプレゼントする。で、なぜかというと、この全額を、まあ、経費だけ引かせてもらって、この DVD 作るのに20万ちょっとぐらいかかってるんで、はいはい、それだけ引かせてもらっても、約500万くらいはになるわけで、うん、それを全額国内強化指定選手の遠征費に使いたいな、うん、ジュニアの遠征費に寄付するの。そう。だから16歳、17歳の時の海外の初めてのレースの体験って、その後の人生を左右する体験になるので、そこをどうしてもこう、ヘッドコーチなんで今。素晴らしいね。彼らの体験として、うん、アルペンが成功しようと失敗しようと、そこは重要ではなくて、うん、人生の一番最初に、一番重要な多感な時期に海外を見させたい、経験させたいっていうところで、
これ全額。ぜひ視聴者の皆さん、DVD、佐々木明さんしか持ってない手持ちの DVD なので、買いたくても買えないよ。佐々木明さんを探してですね、ぜひ購入していただいて、子供たちのね、はい、活動費に全額回るということですので、いや、すごい活動されてます。うん、でまあ、オンデマンドでも、見れますのでね、こちらの明日の8時からぜひご視聴いただければと思います。はい、はい、あっという間にですね、1時間終わりますね。終わりますんで、これお弁当タイム終わっちゃうので、うん、この辺にしなきゃいけないと思いますが、次回の予告だけお知らせさせてもらいます。はい、次回はですね、12月10日木曜日、また夜にも、から1時間、ごめんなさい、12月10日10日でいいんだよこれ、12月10日ねえ、不安定だからちょっとしょうがない、12月10日18時から、次回はスキーリゾート、サロモンステーションとかアトミステーションとかいろいろありますが、スキーリゾートの皆様と佐々木明さんで、はい、トークしていただきたいと思います。そしてですね、最後、プレゼント企画やっておりますので、うん、サロモンは T シャツですね。T シャツ見せてください。はい、アトミックはキャップ。できてないですね。はい、前回と同じアトミックキャップですね。うん、こちら、プレゼントします。うん、11月の30日まで、応募可能となっておりますので、この後概要欄に、応募先。5秒前。